はい、それでは続きやっていきます。はい、前回がルート分岐しまして、私は第一印象あなたに決めていましたということで津貝さんを選びました。さあいよいよね、恋愛ゲーム乙女ゲームらしくなってきたということで、やっていきます。翌日、今日の授業は1限だけなので早めについて大学のモーニングを食べてのんびり待ってることにした。あ、朝ごはんを大学で食べるんですね。おつなもんですね。朝食はだいたいお家で食べてからのイメージが強いけども、友達が言うに9号車のモーニングはカフェラテとサンドイッチで100円だし安い。まあ大学の食堂ってめちゃくちゃ安いし美味しいですもんね。9号車のカフェ、存在は聞いていたけど初めて行くな。場所も分かっていなかったので少し見つけるのに手間取った。はい、なかなか行かない校舎とかもありますからね。授業はそこを選択していないと。次回の階段を一段ずつしっかり見ながら下る。ああ、もっと白線とかがあれば下りやすいのに。わかる、下りにくい階段あるのわかる。大学にめちゃめちゃ段差がね、幅が狭いのが、階段は暗くて足元が見づらいが、降りる先のカフェから光が漏れていた。あ、降りたところにカフェあるんだ。大学内におしゃんだな。カフェは白い壁と床やテーブルに木材が使われた親しみやすい雰囲気の作りだったね、いい素材があってよかったね。これはこの素材があったからこのね、語彙の並びにしたのか、この語彙の並びに合わせた素材を見つけ出したのか。はい、真相は闇の中。お得な朝食を買うため注文するところで数人が列をなしていた。いやー、おしゃんだね。朝食を大学でモーニング取ってから授業と、その中にやけに見覚えのある背丈の後ろ結びが一人。はい、雑。津貝さんじゃん私の鳴き声パオーンだったけども、不意にでっかい声を出してしまった。すると津貝さんはびっくりした顔でこちらを振り返って、え、お友達といたらどうするの。あ、会長さんですか。あ、おはようございます。はい、津貝さんはモーニングルーティーンここで過ごしてるんですね。口元を隠して抑えるように笑った。はい、イケメンにしか許されない笑い方してる。津貝さん、モーニング召し上がるんですね。てっきりオタクは朝全員ベッドで倒れてるんだと思ってたそれは何、自分はオタクじゃないですからみたいなこともちょっと含んでる。その認識で基本的に、そごでいいのかな、がないかと。彼らが異端なんだと思いますよ。あ、僕らがね。津貝さんも人のせいにしがちだった今。せっかくなので津貝さんに相席させてもらって食べることにした。いやー、朝からおデートしてんじゃん。津貝さんはラップに包まれたサンドイッチを転がして剥がしながら取り出すと、さらにパンを剥がして薄いトマトを剥がし、ラップの上にトマトの実を置いて先ほど剥がしたパンを元通りにくっつけた器用。まあ自分なりの食べ方見つけちゃってんじゃん。わかりますわ、わかりますわ。そうしてそのまま口に運んだ。僕もね、食パンをね生で焼かずにそのまま雪印コーヒーと食べてね、はい、母親にお前の食べ方それは人間の食べ方じゃねえって、はい、学生時代言われてましたわミスフルの犬飼いくんみたいな食べ方してたんだよな。ピエトロ、トマト苦手なんですよね。恥ずかしながら、あー、津貝さんトマトお苦手なの。僕と一緒じゃん僕もプチトマト食べれないです。大きいトマトはいけるんだけどもね、プチトマトはねこれはまたお母さんエピソードになるんですけども、母上がね、お弁当にスペースここ埋まるからということで毎日毎日プチトマトが入ってたら毎日食べたたらやっぱり飽きるんですよ。全然全然気にしないでください。勝手にそれがしが相席して食べてるだけですし、それがしのも嫌いなものばっかりだし、嫌いな食べ物バレするのに怯える気持ちわかります。食べ物バレとかあるんだ。今のところ私、津貝さんとね、食べ物の好み一緒だから、これ食べられないとか、人生10年損してるとか言い出すやつ、その場で残り80年分奪ってやりたくなりますよね。あー、その返しは新しい、今度使おう。本当にそうですね。人間どうせ死に近づいたら何も食べられなくなるのに。なんか朝からカフェテラスで話し合う内容じゃねえな。津貝さんはこれから一限ですか？いえ、2限だけです。朝の時間は作業。あー、早めに学校来てるんだね。あ、例のエンタメ系の、お、そこ触れちゃってますか。それがしには言いづらいという、はい。朝からやるなんて熱心ですね。はい。熱入ってるんですね。まあ、一番集中できるので、ああ、大学がってこと？すいません。一人で作業しても構いませんか？申し訳ない。あ、もちろんいいっすよ。すいません。一緒にご飯食べてくれて嬉しかったです。はい。いいっすよ。そう言うと、
貝さんはそそくさと荷物をまとめて片手にノート PC、 片手にカバンとコーヒーカップとパンのゴミを持った状態で離席した。そしてそれがしからはだいぶ離れた最奥部のテーブル席にかけて作業を始めたようだった。まあカフェテラスでできる内容なんだね。邪魔しちゃったかな。邪魔ではなかったんじゃない。朝ごはん食べるタイミングはね、別に邪魔ではないし、ちょっと申し訳なさを感じながら授業に向かった。おお、 BGM も変わりましてしっとり。授業が終わり部室に向かうと、おつです。大大くんが部室で一人でスクワットをやっていた。なぜにあと安心感。一限終わりでまだめちゃくちゃ朝なのにこいつ授業はあ、スクスクじゃん。発売されたばっかりだよね。結構好きな。どっちなんだろう。こいつ授業はを口に出して、あ、スクスクじゃん。心の中に逆っていう。いやーいやー、こんなんが好きなわけがない。好きじゃないっすよ。こんなクソゲー、ほんまイライラするんですよ、このゲーム。僕このゲームの前作のせいでモニターくんが1枚犠牲になりましたからね。1枚おだぶつです。ムカつきすぎて割ってる。結構あれだね、行動に起こしちゃうタイプなんだね、怒りを。大学の Wi-Fi 貸しすぎて NX は接続できないようになってるので、あー違うわ、これ大体このセリフだ。仕方なく積んでたソロストーリーモードのクリア後の裏のエクストラハード消化してるんですが、エクストラハードは CPU が武器持って殺しにかかってきて、今作もガチでモニター割りそうでやばいですね。あー早くブッシェルとかいうクソ武器にアフしろ、ナフしろ、名天堂。大学のモニター割っちゃダメだからね。大大君的には発売からたった3日ソロストーリーモード、かっこクリア後解放のエクストラハードをやってないだけで積んでる判定らしい。ちょうどいいので、それよしも切れながらわめく大大君を BGM にしながら課題をこなすことにしたもう彼のわめきは作業用 BGM としてね、はい、楽しめるようにはなってきた。パー、死ね死ね、クソ捨て、修正しろ朝から元気だな。ブッシェルしね、ブッシェルしね、潜伏コロコロしね、遠距離武器しねダイダイくんが切れて机を殴る振動が何度もこちらに伝わってくる。あら、害が出てる。はぁーしこんなゴミゲー二度とやんねー、もう一回だけって言うて、はい、永遠とループしていく感じですね。会長さん何してるんですか、今頃気づいたの。あなた、うん、課題。あれ、そういえば会長さんって、上校ですよね、情報工学部だっけ。あー、そうそうそうだよ。そういえばダイダイくんって後輩だったね。あー、一緒なんだ学部。ああ、一気に並び立てられてきた。じゃあ、過去問いただけませんか、過去問ください。友達いなくて、過去問。友達いなくて、受ける、みたいな。過去問、ろくに手に入らないというか、マジでカスみたいな状況に置かれてるんで、なんでこんな要求有利の終わってる状況があるのか、全く理解できない。大学って学校ですよね。学校って誰でも平等じゃなきゃダメなんじゃないですか。平等にしてほしいんですか。自分からね、話しかけて友達作りに行きなさい、あなた。まあそういうと思ったよ。友達と一緒に個人的にストーリー順にまとめてるから、後でレスコにリンク送る。優しい先輩持ってよかったね、大大くん。あ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうが言える以降。会長さん友達いるんですね、僕いないんでわかんないです。アッシュさんも頼れないんでどうしようもなくて友達いないのに明るいな大大くんだってちゃんと相手に気を使いながら話しかけてみればきっと友達できるよね。まあ一応先輩の私にね、結構語彙力抜群で来るけども、全然ちゃんと継承で呼んでくれてるから、全然会話自体はいけるんじゃないの、こんだけコミュ力あるんだから。まあ授業前後で話しかけるのはなかなか厳しいかもしれんけどさ。いやー、できないできないですよ会長さん。じゃあ学科の人全員と友達なんですかね、陽キャとも友達なんですかね煽りを忘れない。いや、そんなことはないけど、そりゃ相性があるから仲良くするのが難しそうな人には話しかけないけどさ。同じ授業を取ってる人って話しやすいんじゃないの。僕もバンバン話しかけてたけども。ほら、全員と友達じゃないですよね。はい、論破、論破。論破好き。趣味論破。僕は学科の全員と相性不利なんですよ。相性不利でもね、何かそういう他の技とかを使って共通の話題っていうことね。なんか探り当てていきなさいよ、ゲームみたいに。会長さんってなんか時々綺麗事、あー大伝君か時々綺麗事言いますけど、それ陰キャオタクで弱者の僕には通用してないので、ちょっと僕のこと考えてくれません弱者じゃないし、陰キャオタクって自分で言ってる、面白い。それはごめんだけど、弱者って自称するのはちょっと言葉が強くないね、自称してたよね。いや、強くないですよ。正しい言葉使って何が悪いんですか。僕弱者ですよ。コートさんとかが僕みたいな弱者の気持ち代弁してくれてるのれね弱者を盾にするな。津貝さんは大大くんにも優しく寄り添ってくれる人なのだろうな。
ああそうだね。津貝さんで思い出したけど、津貝さんってさ、大大くんどうやって仲良くなったの？まあここに最初来た時のねエピソードを知りたいよね。コートさんですか？コートさんとは A 大祭で初めて会ってマスストとかしてましたね。あそうなんだ。その時どうだった？弱かったですまあアッシュ、大大、津貝、ピエトロの順なんだろうな。マスストの強さは聞いてるんじゃないよ。それがしは格ゲーの主人公の価値基準で生きてないから、いろいろ話して仲良くなれた感じ。まあ、だから共通の話題からですよね。あ、はい、その時から普通に喋ってました。会長さん、津貝さんと普通に喋ってるじゃないですか。はためから見たらそうだと。まあ、そうなんだけどさ、一緒に遊んだりしたことある？大学以外では絡まないんじゃない？あるんかい。あ、はい、ありますよ。僕がロゼレルのライブのチケット謎に2枚取っちゃったんですけど、僕友達いないんで、もちろん同行者いなくて、その時コートさん誘ったら相手で来てくれました。優しい休日を。めっちゃいいじゃんそのエピソードね。じゃあ私も謎に2枚用意すればいいんじゃないか。いやー言うほどそうですかね。いや普通にライブ行ってその後ゼリアで3時間ドリンクバーと単品頼むと損した気分になるし、セットにする方が安くて得なので一緒にケーキアイスだけ頼んでライブの感想ダメって帰っただけですよ。満喫してる。ライブの後に3時間ドリンクバーってことはもう 5,6 時間は一緒に行ってるってことじゃん。デートじゃん。それを最高と呼ばずに何を最高と呼ぶんだ。いいなー。それは元から津貝さんがロゼレル好きだったの？はい、ロゼレルというアイドルグループがあるのかな？それともあれかな？ゲームから派生したやつかな？いや、僕が布教しましたギタミシリーズ IQ2 だからサブスクないのでアルバム化しました。サブスクない運営を IQ2 呼ばわり。あーそうなのね、すごいな。会長さんもなんか布教すればいいんじゃないですかね。コートさん見てくれますよ押し付ければ代々見てくれるよスタンスでいることをこちら側は分かっている。そうね。それがしは何が好きなんだい。でも布教って布教する側のきちんとした配慮とされる側の、配慮とされる側の優しさの絶妙な信頼関係が必要とされる。時には関係性を壊しかねない荒行だからそれがしにできる気がしないよ。確かに押し付けは布教じゃないもんね。しかも人の優しさは有限だから、下手を打って津貝さんのそれがしの優しさゲージを枯らす事態を避けたい。不況において大大君に配慮の荷物はなさそうだが、大大君には配慮はなくても信頼関係を無理やり成り立たせる不思議な力があるような気がする。力と読んで力と読む。多分ジャンプ漫画で読みすぎなんだろうな。そんなこんなで大大君と津貝さんトークをして津貝さんトーク、大大君はまた思い出したかのようにすくすくに戻っていった。はぁ、クソゲー、こんなクソゲー二度とやら。はい、またやってる面白いな。何かなるべく自然な取っかかりが欲しい、そう思いつつ、結局それからもそれからも津貝さんのことを詳しく聞けなかった。大大君と過ごす放課後もいいね。大大君みたいに遊びに誘うのもそれがしにはできなかった。勇気出して。私、大大君が言っていたこともよく考えたら唐突にそれがしがやったらあまりに不自然じゃないかと気づいてしまった。大切なのはそれをものともしない、力なんだろうけど、津貝さんがやっている仕事というのも本人が聞かれたくなさそうだからなかなか聞けず、何も進展もないまま2年が過ぎたっていう。これ以上津貝さんと接点をなかなか持てないのはいくらなんでももどかしすぎる。もどかしさに耐えかねたそれがしは、つい見ていたスマホで彼の本名を検索してしまった。ああ本名津貝隆人。津貝の津川、津貝の津川番、いは井戸の井、こうの、こうとか、あ、そうか、こうとか、高人じゃない、全然違う。こうとのこうは、高雪の高。ん？こうと、あ、こうとか、こうとこと、ここか、高校のこうとは人、難しい、逆に難しい。フェイスカタログとか、エンタメ発信のインターン先の記事とか、そういうものが引っかかればいいなと思って軽い気持ちで検索にかけてしまった。しまったという分。同姓同名の人のピアノコンクールの結果とか、何もなくて生命判断のサイトしか出なかった。それはそれってことで、また当たり障りなく手がかりを探ろう。津貝コートはね、津貝さんしかいなさそうな名前だけども。そう思ってた。それが間違いだった。ゴーゴリの検索窓の下には背景が赤い。背景が赤いとき、大抵良くないことが起きる。およそ普通の1個人名で出てくる量とは思えないほどの大量のサジェストがずらりと並んだ。うわ怖。目を疑う文字列たちがそれがしの四角に飛び込んできた。本名でやってるってこと？エンタメ発信。うわー、高人炎上、差別、彼女病気、大学
津貝貴人、炎上、サビッツ。怖っ好きな人の本名を打ち込んで、このサジェスト出てきたら、ゾワってするね。彼女、病気、大学。いやー炎上と差別が気になるね。恋愛関係で見たら、ここのね、この辺が気になるところなんだけど、あ、でも病気とかもあるんだ。それは病気終わりしてるのか、本人が病気なのか。炎上、差別、病気、そして彼女。どういうことなのか。なんだか嫌な予感がして、心臓が急にバクバクと脈打ち始めた。大丈夫、一回落ち着いて水飲みに行った方が良くない、私。それがしは、一番上の津貝貴人、貴人という、あ、津貝光と貴人というサジェストをタップした。もうどっちがどっちかわかんない。すると、貴人という名前の喋ったアカウントが最上部に表示され、続いて、MeTube の動画。あ、You の反対が Me だからってこと？質の悪そうな、立ちの悪そうなまとめサイトの下品な見出しが並ぶ。あれ？貴人。なんかどこかで聞いたことあるような、はい。とうとう。はい。それがしは、それがしは、パンドラの箱を開けようとしているのかもしれない。やめておいた方がいいかもしれないと、彼をさらに知りたいを天秤にかけたが、あえなく校舎がかかってしまった。そうだよね。好きだから仕事がないじゃんということで、それがしは喋ったのリンクをタップした。お？焼き鳥？アプリに、何だったっけ、これ簡易繊維、何も知らない起動画面が、そ知らぬ顔して画面を占領し、それがしを黙らせる。これはネギマかな。早く早く起動してくれ。たった5秒がとてつもなく苦しかった。世界の闇に気づいてしまった。あなたへ高いと腕組みうさぎ。あー、この眉毛がいい感じですね。ムカつき加減が、高人あと炎上上等反逆者 TKHD 高人 ELC ということで、わー、20万もフォロワーいる。世界の支配構造に気づいてしまった反逆者。不正炎上事件の DM 募集中。書籍炎上上等反逆者発売中。書籍まで出してる。MeTube チャンネルはこちら。世界を取り巻く歪んだ支配構造に気づいてしまった反逆者。不正炎上、あー、これ言ったね、今。600フォロー。20万フォロワー。やっぱここも気になるよね。これは嫌な予感がする。見ない方がいいかもよ。肉まん偽造販売。恐る恐る喋っと指で遡る。わあ、珍しいよね。その、ああいうか、髪緩んでるんだ。ふえイメチェ、すごいね。変わるね。やっぱ、こう、メガネ外すと、人相変わりますね。あと、眉毛もキリってなってる。わあ、期限切れ、ライフプラス肉まん偽装販売、社員黙認、ライフプラス、賞味期限切れ肉まん、数百店舗で販売か。ちさせてゴムなしで10万払うから歌えてブリエニタイムファンと生署名。はい、と嘘だろこの嘘だろ、ムカつくな。何タイム歌えてエニタイムファンと生署名して炎上。過激である意味人の目を引くシャベットの数々。炎上系 YouTuber ってこと？発信エンタメって便利な言葉。これが本当に津貝さんのシャベットアカウント？うわぁ、ちょっと汗出てきたかも。物質で彼の言動や態度とは比較すら難しいほどかけ離れている。いや、これは本人じゃないでしょう。シャベットも群がって思いの思いのやじを飛ばす。公共トイレのお物入れのようなリプライ欄も全てが液晶画面に表示されているのに信じられなかった。同姓同名の別の誰かだろうか。アプリからブラウザへと戻り、上にスクロールして動画タブをタップする。あ、見るんだ。かつて、それがしがミースーブにサムネが表示されるたびポチポチ非表示にしてきた覚えがある。なるほど、今までに見てきた覚えがあると。さっきシャベッターでも少し見た下品でチカチカしたサムネが一様に並んでいた。わあ、チカチカ、この黄色と赤とかってこと。でもこれね、うん、一応やっぱ目を引くから視聴者のね、はい、多分再生回数取れるんだと思うよ。自分の意思で動画を見るのは初めてだ。おお、美女があるわ。バッドモーニング始まりかってことだ、それ。ようこそ、この歪んだ理不尽まみれの世界へ。反逆者諸君、元気にしていたかな？いいね。あー、いいね。ちょっとでも美女がいいから、あー、なんか、いいね。この細さ加減が。そういうキャラでやってるので、疲れない？大丈夫？世界の闇を暴く、高人革命のお時間だ。生きてるだけで自信たっぷりといった表情を、これ、髪型は、ワックスで固めたようなオールバックにしている。おー。すごいね。普段とはまるっきり表情が違うため別人かと思った。いや、別人だと思いたかった。でも、よくよく考えて、一粒で二度楽しめるってことだから、これ。体と顔は彼にそっくりだった。結構、胸筋が上の方がしっかりしてるんですね。これ、
菅井さんだわ。さて今回のゆがみはこちら。怪しい集まりとして昨今の話題を集めている北東伝道連合会が神への音楽師と称して 会員から多額の献金を募っているというニュースだ。今回は会員の2世の方にインタビューを行った。あーご子息の方ってことね。それでは早速その映像をご覧いただこう。それから告発者のインタビューを大げさに紹介し、さあこの歪み歪みというか、諸君はどう裁く、俺の介入はここまで、あとは諸君に任せよう。ああご紹介だけして後の判定は、はい、視聴者の皆様にということで、うわ卑怯な戦い方してるな。ん少々不安になってしまったかな。心配ご無用、このクソみたいな世界に神はいなくとも俺がいる。いやでもこれは信者湧きそうだね。確かに真実に目覚めてしまった我が同胞たちよ、小綺麗に、舗装されたクソまみれのこの世界に疑問を抱く反逆者たちよ、我に従えと。恐れず常に正しさを真実を渇望せよ、常に正しくありたい信徒と追い求めたい渇きが、上がこの嘘だらけの社会を正すために必要なのだ演技力抜群高いとさ、その熱量大学では無理なのか。どうかこの闇を暴いて世間に知らしめて、そんな願いは俺が必ず共に叶えてやろう。指一本で世界を変えようじゃないか。俺はいつでも待っているぞ。あなたの参加をってこと？さて、本日もお別れのお時間が来たようだ。高評価も低評価もどうぞお好きに。いいね、その言い方は。どうぞお好きに。この世界に裁かれぬ闇がある限り、俺たちはまた会えるだろう。See you again。つやさんが濁してた理由も、これまでのぎこちなさも、すべて合点がいくような気がした。でも、エンタメ系としては面白いんじゃない？人に知られたくないであろう、インターネット世界での彼の姿。ちょっと、喋る数多すぎて声枯れてきた。いや、まだ彼と決まったわけじゃない。今の現実を見てもわけじゃない。けど、いや、彼だな。はい。さあ、ありのままの彼の姿を見て、ピエトロ氏は何を思うのか。勝手に覗いてしまったのは誰でもない、それがし。それがしの心の中に彼の秘密を秘めておくのが、勝手に覗いたそれがしが取るべき責任だと言えるのではないだろうか。そうだよね。だってまあ、隠してる節はあるんで、結構私、あれですね、踏み入っていく感じですもんね。けれども、やはりどうしても気になった。少し気分の悪い、そのアカウントの正体が。どうして彼がこのようなアカウントを運用しているのか。そうだよね。どうなんだろう。何がきっかけでこうなってしまわれたのだろうか。前会長知ってたみたいな節だったよね。彼の身の回りがどうこうでこうなってしまったのか、それともこれ自体を身の回りと言っていたのか、前会長はこっちの方が気になるので。どうして彼がこのようなアカウントを運用しているのか。次の日。はい、ということで、ね。憧れである津貝さんの真の正体を知ってしまった私は何をこの夜思うのか、枕を涙で濡らすのかということで、はい、私は幸せを運ぶ青い鳥ということで、今回はここまでにしとこうかな。いや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 、まさか思い人がね、あんな発信エンタメ系をしているとはね、よもや炎上系という、はい、昨今よく見るコンテンツを、でも非常に楽しんでいたかのように見えたので、津貝さんは何を思ってしているのか気になるところですけども、それでは次回またお会いしましょう。バイバイ。